皆さんこんにちは。今日は本マグロの漬けの作り方を動画にしたいと思います。こちらも出来上がったやつです。それでは早速やってみましょう。ではいきます。はい、皆さんこんにちは。今日は、マグロの漬けの作り方を動画にしたいと思います。久しぶりの動画になります。では今日はよろしくお願いします。準備するものはこちら、山佐の醤油で本みりんで料理酒で薄口醤油になります。こちら分量いきます。山佐が1、本みりん1、酒が1、薄口醤油が半分になります。こちらは火入れしません。これを全部混ぜ合わせます。こちら1、1、1、 0.5 の割合でいきます。ではいってきます。醤油1、本みりんが1、いっぱいです。お酒が1です。で薄口になります。こちら半分ですね、 0.5。 はい、混ぜ合わせます。それでここでこう混ぜ合わせます。このつゆがマグロの漬けの出汁になります。この中に、マグロを、5分ぐらい漬け込みます。それとも美味しい漬けマグロに変わります。ここで注意することは、ここで使うお酒はこう作り醤油と同じお酒を使うことです。それではマグロを漬け込んでみましょう。まずきれいに混ぜ合わせますね。感じです。うまい。中にマグロを漬け込みます。こちら漬け込みすぎちゃうと、辛くなっちゃうので5分ぐらいでいいかと思います。ではマグロ、こちら骨あります。ちょっと外しますね。こちらを使いましょう。ちょっとこうしてください。できますね。一節で切っていきます。こういう感じです。いきます。包丁変えよう。はい、落としました。それでは切っていきます。まず一節切って、こういう感じで切っていきます。こういう感じです。厚みはこのぐらいです。ここぐらいにしとこうか。これでこの切りつけたやつをここに突き込みます。それで冷蔵庫を入れて約3分から5分間漬け込みます。はい、それでは3分経ったところで出してみます。はい、こういう感じになっております。こちらをちょっとペーパーの中でリードペーパー、こちらで取り出して水気を取ります。水気を取ります。こちら必ず冷蔵庫でこう寝かしてくださいね。でこういう感じで取ります。はい、これ出来上がりです。それでは握っていきます。こちら下駄できます。ではいきます。もう準備前ということでちょっともうこういう感じですけど、いきますね。こちら手水、前回お話した通りこちらガリ酢とお水と氷が入っております。これでいきます。握っていきます。こちら飲みます。大体こういう感じになります。これを
わさびをつけて、なじまして、なじまして、返して、握ります。こういう感じです。こういう感じです。じゃあもう一度いきます。持ちます。シャリを取ります。入れます。こういう感じだ。ちょっと外の場所に上をピッててなじませます。返します。巻き締めます。こういう感じです。横締めます。はい、こういう感じになります。終わりますね。つけます。なじませます。返します。巻き締めます。こういう感じです。こういう感じです。はい、よしですか。見えますか。あ、危ない。こういう感じ。はい、置きますね。はい、こういう感じになります。こちら漬けです。はい、出来上がりました。こちらわさびの代わりに和がらしを添えてもよろしいかと思います。すごく美味しいので試してみてください。こちら今回使用したマグロは本マグロになります。本マグロの赤身です。メバチマグロとかキハダマグロで漬けにしても美味しいです。あとキハダとかメバチはもちもち感が出てきます。で、綺麗な赤色になります。ぜひ試してください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。